よし、見ていくぜ、ていうか、ね、もうやめたらいいんだけど、どうなんだろうね。一年目、一パートにして、全然進んでないんだけど、からと言って、もう編集もできないじゃん。めんどくさいしな。とりあえず、垂れ流しやつって思う。どっかのさ、水に、上下どこで、ボスあったでしょ。あそこをクリアしただけっていう、そんなパートもあったからね。それだけみたいな。それをクリアするまで、やめたくなかったんだろうなとか思いつつ、今日この頃である。別に、話すことそんなないから。早く、行けよ、早く上に登ってくるだろ。登ってくるだろ。うわ、強いわ、あの羽無双。ワールドフィールドこんなやついたけどね、なんかもう顔のわけのわかんないやつがね。こいつちょっと良心的なんで、ピットで出さない。あれも出さないからね。こいつは殺さないと、自分だろ。どうやったかな。でも、俺いけるでしょ。じゃあ羽くれって羽。危ない。羽は奪わないで。奪われたら歌わなくちゃいけないから。くしくしゃ話しながら、これ、それないでしょ。危ないって。やばい。危ないって。もう。そう。っていうか、それに雑すぎ。本当にさ、クリアする。あれだからクリアするときはクリアするのに、むちゃ、よかったんだよね。あんなにしてみたら何の意味もない。なんか中間を見てさ。どこへ向こうか。もうさぁ。そう、今よかったよ。なんか今の判断よかった。あれよかった。そうだ、飛んだ。俺も早く逃げたかったんだよ。危ない。なんだろうな。昔、どうやって行ってたんだ。昔、あれ、あんなゲームあったよね。どうやってたっけ。なんか、ヨッシーに食べさせて、ヨッシースピンだ。そういうことなの。マジでじゃなかったっけ。どうやってたっけ。あれ、どこだっけ。届かないか。湧いてくるんじゃねえ。次から次へと。うまかったんじゃない。なんかもう羽を回しとけ。羽を扇風機のように。
羽今いらないよ。登り羽はいらないんだって。でしょ。違う？登り羽はいらない。お、なんかよくわかんないぞ。あー、なんかある。こういうの探していけってか。探さないよ。あ、ちょっと待って、これ、あ、危なかった。待てよ、君たち。ねえ。待ちたま。ほらほらほら、掘って、こう、無双で、開けていく。そう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 。そうそうそう。無双で開けていけよ。早く。おもんもんもん、開けていけ。ほら。ほらほらほら。そうそうそう。ほらほらほら。ね。これでいいんじゃないの？はい。これで行こうぜ。あら？なんかもう開けたかな？ああ、ああ。しゃあよ、もう来るなよ、来るなよ、来るなって、もういい、いいから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 、いい、いけないんだって、このさ、バグバグって。あ、起きた、あったー、ふぅ、もうやってるしか、え、そう、来た、あ、これ、これ、面白い、めっちゃ、めっちゃ白いじゃん、これいやー、やる気出てきた。しかもこれあれ、青の恩恵受けるぞ、これ。青じゃん、これ。いやー、面白い。はっ、いきなり、いきなり見つけちゃった、いきなり見つけちゃったって。あったー、あ、か、面白い。見つけちゃった。あ、そんなの見せてたのね。いやいや、知らなかったでいい、本当に。本当に。本当に知らなかったってだろって。嘘じゃないよ、本当に。いや、今、星が知らなかったって。あれと思ったけどね。危ない。危ない。危ない。あ、なるほど、最後か。うわー、やる気出てきたー。惜しいじゃん。あ、このなんか下行けないの、これ。これでいいんじゃん。こういうのはいいんだって。わあ、俺なんかさ、見つけたと思ったのにな。あれも完全にああ、くそ。完全にあれかと思ったよ。もう。ああ、間違えた。完全にね、完全に俺は爆弾の場所を突き止めたと思ったけどね。あぶねえ。ああ、くそ。これどうしたろうな。これめっちゃ近道じゃん、これ。これはやる気出てきたぞ。危ない。これ無理なんだよな。よっしゃ、落ち着いていこう。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いていこう。落ち着いていこう。危ない、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 なんか、あそこの中入るんだな。もう分かった。中間行ってないからこれでいいでしょ。
ああ、なるほどね。ああ、思い出したな、なんか。まあ、あそこの中だ。要は。ね。あそこの中だ。あ、ちょっと。いや、面白いな。ちょっと今日、どうしよう。もうやめなきゃいけないからな。くそ。面白い。危ない。なんかもう開けがないんだって、そんな言われたら。せーの、せーの。あれ、せーのとは言っても、全然、前合ってないよね。もうそんなもんなんで、俺だって、わかんないもん。縄跳びのさ、なんか、でっかい縄跳び、ここで入ったらいいかって、わかんない。よし。もうあれだ。だってさ、中にほら、こうなるっていうことはさ、そういうことなんだって。うわー、ちょっと。で、あれ真ん中落ちるか。真ん中銀だったでしょ、あれ。ああ、もうくそ。ああ、もうくそ。舐めて難しいな。わかんないな。もうこのパートでさすがに終わらなきゃいけないしな。この前の面もさ、覚えてるって、なんだ、あれでしょ、スーパーマリオワールドのさ、あ、もう知らないな。スーパーマリオ USA のさ、あれがボスに来てさ、あ、それ面白かったな。わあ、くそ、難しい。くそ、羽だな。羽がいる。ここでも羽がいないな。無理だ、無理。今日そこで無理だ。なんか何が起きたのかな、羽ぐらい。そう、ここもなんか散々行ったからね。全然。お化け屋敷なんかあったか？こうなんかないよ、これ。あー、ダメ。なんだ。ゾッとする。9時間やったとこでしょ。ゾッとする。でもなんかもう、もう無理かなって思ったもん。あ、もう無理だと思ったもん。しかし4面まで行ってるけどな。でももう、何面だ今やった。6面か。でも6面もうなんかクリアできそうなんですけど、ちょっとそれ変えとく。なんかあったら怖いからな。羽いらないっていうか、どうしようかな。っていうか、どうしようかな。あそこの中なんか入ったらまず間違いないだろうし、どうしたろうかな。で、多分あそこの、バックヤードに持っていくんだと思うんだけどね。言ってる意味わかんないよね。私はわかってるから。いきなりやったらダメだから、とりあえずこれはシェアしないとダメだから。え、今何分？よ、3分か。経っちゃったな。しょうがない。なんかくるくるくるかけてくるやつは、ね、死んじゃうやん。なんなんだよ。こうでしょ。そう。で、これで、お、うまくいった。こういうことなんだよ。行ってみる。こういうことなんだよね。あれ？おかしい。あれ？どうやらどうやらに行くの？あ、ここか。はあ。はあ。はあ。
としか言えないわ。もう乗っていけっていうことだろ。でしょ、うまい。うわー、もうやめて。あ、ちょっとやめてよ、そういうの。お、ただのボーナスステージ。ちょっと勘弁弁してよ。ちょっと、マジか。ただのボーナスステージ。あー、なんでこんなとこなんだよ。ここが住んでたか。あれはまあ、なんだろう。残念でしたってとこか。くそ。あ、まあもうね、ほら、要は、わかってる人はさ、鍵を探すわけよ。鍵っていうか、でっかいスイッチはね。青色スイッチか。いやー、参ったな。でも大体わかるよ、あそこのあれでしょ、銀色のあれでしょ。 だからあそこのさ、ピアノだってそのなんかここら辺にありますよみたいな、なんだしてるんだって。だから言って意味わかんないと思うけどさ、そのピアノはあそこそこのとこ左入れるとこもなんか残念賞みたいな。あ、ここ、これみたいにさ、俺もう見つかってね、青い、なんだ、スイッチ見つかったら思わせといてって、思わせといて実は違うっていうね。まあ、何言ってるか分かんないですけどね、私も分かんない。何しかあれな、跳ね残して、あそこでクリアしていくしかないな。羽を残して、そのための羽根だからね。ああ消えちゃったよ。なんだ、クリアできると思ったら無理だな。最悪だ。だからもうやっぱ一面一面ね、一パート一面っていうか、あれあれ、あ、こういうことか。一パート一面とかね、中間までとかになっちゃうな。なんか難しいわ。難しい。やっぱ隠しとってさ、残念書を作るところが憎いよね。なんか俺もいつか思ったもん。なんかつくつかすららしといてのそういうね、ちょっと喜ばしといてのっていうのうまいよな。ここ当たるんだって。羽根か、羽根いるよな。羽根でなんとかしていかないといけないんだよな。はい、よし、どういくの。こうでしょ。行きたいんだけど、まあ、今すぐいる、あれじゃないでしょ、あったでしょ、さっきクリアでしょ。危ない危ない、何、危ない。そういう、ファイヤー対決。くそ。
セーブしないの、もういいわ。これ先取るんだよね。抵抗するでしょ。じゃあファイヤーになるんだよ。あれ、これがファイヤーになるんだ。くっそなるほどね、ファイヤー対決か。あれだな、あそこ銀のあれでしょ、要は多分そうだと思うよ。まあクリアし、なんかもういけるいけるとこあるな。あー苦手、 あいつはもうむしろ、あいつは無視して進んで、おいゴリ押しゴリ押し、簡単すぎてちょっと怖いんだけど、これはちょっと下でビビって、あないないね、よし行こうか。あやったやったー、よっしゃ今日終わりだな、これで楽しい。で、あそこの銀のところ、あの次落ちるんだよね。じゃあ青の恩恵で売れると、じゃあ収集にこれ6年だ。それでは次回に続きまーす。また来週、来週じゃないけどね。